ウィリアム三世、ウィリアム三世、ウィリアム3、1650年11月14日から1702年3月8日は、オラニエコー、ナッサウ博、在位。1650年11月14日から1702年3月8日、オランダ総督、在職。1672年6月28日から1702年3月8日、イングランド王、スコットランド王、 アイルランド王、在位。1689年2月13日から1702年3月8日。スコットランド王としては、ウィリアム二世。オランダ名では、ウィリアム三世、ビレムスリーバン・アラニアナスー。父は、オランダ総督、オラニエコウウィリアム二世。母は、イングランド王チャールズ一世の、娘メアリー・ヘンリエッタ・スチュアート。イングランド女王、スコットランド女王。 アイルランド女王メアリー2世は妻、オラニエ・ナッサオ家の出身であるが、スチュアート朝の王の一人に数えられている。1650年11月14日、オランダ総督、オラニエ皇・ウィレム2世と、イングランド王・チャールズ1世の王女、メアリー・ヘンリエッタ・スチュアートの一人息子として、ハーフで生まれた。曾祖,祖父にあたるネーデルラント連邦共和国、オランダ共和国独立の英雄ウィレム1世。 沈黙港に始まるオラニエ・ナッサウ家は、南フランスのオランジュ、オランダ語で、オラニエ、英語で、オレンジ、オランダ、ドイツ中西部のナッサウに領地を持ち、オランダでも最有力の貴族で、ウィレム一世以来共和国の主要州で、総督、統領とも有を務めていた。オランダ総督であった父は1650年11月6日、ウィレム三世が生まれる8日前に、天然島で死去した。 生まれた時に、父が死んでいたため、ウィレム3世は出生と同時に、家領のオラニエ、ナッサオ、継承、母と、祖母アマーリエ、おば、ルイーゼの夫であるブランデンブルク選定校、フリードリヒビルヘルムが、後見人となった。しかし、オラニエ家が、総督職を世襲することに反対する、コラント州法律顧問のヨハンデウィットをはじめとする、共和派は、 ウィリエム三世の総督就任を認めなかった。そして、祖母と共同の貢献人だった母が、新京都革命でイングランドを追われた兄のチャールズ、後のチャールズ二世、弟のジェームズ、後のジェームズ二世を援助するのに対して、共和派の連邦議会が1654年に第一次、エーラン戦争で、イングランド共和国とウェストミンスター条約を締結して和睦。 互いに、スチュアート家とオラニエ家の援助を禁止すると取り決めた。そのため、母は政治から遠ざけられ、ウィリム三世は共和政府に引き取られることになり、オランダは共和制の下で無双徳時代に入った。1660年には王政復古の祝福でイングランドへ都会した母も死去。ウィリム三世は共和政府と妥協した祖母の下で、デビッドの教育を受けて成長したが、 共和政府は成人後もしばらくは、ウィリム三世の総督就任を認めなかった。幼くして、両親を亡くし、名門貴族の当主として育てられた、ウィリム三世は寡黙で慎重な性格を身につけた。オランダとフランスは1662年から同盟を結んでいたが、貿易上の対立と類14世のスペイン領、ネーデルラント併合の野望から起こったネーデルラント継承戦争で、 危機感を抱いた、デウィットは、イングランドの外交官、ウィリアム・テンプルと組んで1668年に、イングランド・スウェーデンと三国同盟を締結、戦争を終結させた。しかし、1670年に、ルイ14世は、チャールズ2世とドーバーの密約を結び、新生ローマ帝国の諸侯のほとんどとも、同盟、中立関係を築き、1672年に、スウェーデンとも、 普通同盟を結んで、オランダ方位を築いたため、オランダは孤立した。また、ウィレム三世の支持者による突き上げから、デウィットは、ウィレム三世を陸軍総司令官に任命したが、総督への就任は認められないままであった。1672年、フランス軍がオランダに侵攻し、オランダ侵略戦争が開始される。オランダの大半が占領され、 アムステルダムも占領の危機に瀕すると民衆がウィリム三世の総督就任と共和政府の打倒を叫びウィリム三世が総督に就任デウィットとその2位コルネリス・デウィットがボートによって殺害され無総督時代が終焉したそれまでオランダのブルジョア政治家たちに排斥されて総督の世襲を阻まれていたウィリム三世であったが就任後の1673年に オーストリアやスペインと同盟を結んで逆にフランスを包囲する形を作りフランス軍への徹底抗戦を貫きオランダ国内で抵抗を続けたその後オランダを出てオーストリアの将軍ライモンド・モンテクッコリとドイツで合流しフランス軍の補給基地ボーンを落とし同年のうちにフランス軍を撤退させたこれ以降ウィリム三世はルイ十四世の旧敵となる 戦争は、スペイン領ネーデルラントへと移り、ウィリアム三世は、同盟軍を率いて、フランスの将軍コンデ公、ルイ二世とリュクサンブール公、フランソワンリド・モンモランシートネーデルラントで戦った。コンデとリュクサンブールとの戦いではしばしば敗北を重ねたり、スネフの戦い、カッセルの戦い、サンドニの戦い、ネーデルラントの都市を奪われたりしているが、 戦略上他国と結んだオランダが有利であり、1678年に締結された内命編の和訳でオランダは領土を保全、ウィレム三世は一躍プロテスタントの英雄となった。フランスと組んで戦ったイングランドは海軍帝督、ミヒール・デロイテルの活躍でオランダ上陸を阻止、1674年にイングランドと和睦して第三次英乱戦争を終わらせ、 1677年に中乱大使となっていたテンプルとチャールズ二世の側近のダンビーハクトマス・オズボーンの終戦でロンドンでチャールズ二世の弟ヨーク公ジェームズの娘メアリーと結婚した。ジェームズは母方の叔父であり、妻とはいとこの関係になる。メアリーは背が高く大柄で、背の低いウィレム三世とは似合いの夫婦ではなかった。夫婦仲は良くなく、 ウィリエム三世には別に、エリザベス・ビリアーズという愛人があり、後に、オークニー・ハク、ジョージ・ダグラス・ハミルトンと結婚、同性愛的傾向もあったが、メアリーに敬意を払うことだけは忘れなかった。戦後、ルイ十四世が領土拡大を狙い、内命編の和訳で獲得した領土に付随すると、過去の書類に記録された領土を併合する動きに出ると、迎撃に出ようとしたが、諸国の出出だしが遅れ。 アムステルダムの出兵反対にもあったため、1681年から1684年にかけて、ルクセンブルク・ストラスブールなどライン川沿岸の領土をフランスに占領されてしまい、反省からアムステルダムをはじめ国内の融和に努めた。一方、イングランドが多い継承問題で揺れると、イングランドの一部の政治家がオランダを訪問するようになり、イングランドとの関わりが深まっていった。 1685年にチャールズ2世が亡くなりヨーク公ジェームズが即位するとチャールズ2世の諸子であるモンマス公、ジェームズ・スコットがイングランドで拒兵したが短期間でジェームズ2世に鎮圧されたモンマスの反乱。ウィリエム3世は大位継承問題で亡命していたいとこのモンマス公をしばしば艦隊していたが反乱に際してはジェームズ2世に援軍を送ってる。 1686年、ルイ14世が再び、欧州侵略の野望を強めると、ウィリム3世は、オーストリアやスペイン、スウェーデンなどとアウクスブルク同盟を結成して、フランスに対する対抗姿勢を強め、1688年に、ルイ14世が、ドイツのプファルツ侵略を開始すると大同盟戦争が、勃発した。同年、イングランド議会の要請を受け、ウィリム3世は、 フランス軍がオランダへの即時攻撃がないことを確かめと同盟国から派兵された軍をバルデック公、ゲオルク・フリードリヒに引きさせてオランダの守備を任せ残りのオランダ軍を引いてイングランドに上陸、おじかつ岐阜のジェームズ二世をフランスに追放した。イングランドでは一人の死者も出すことなく体制変革に成功したため名誉革命と呼ばれている。 翌1689年2月に、ウィリム三世は、ウィリアム三世として国王に即位し、女王となった妻メアリー二世と共に、イングランドの共同統治者となった。当初、イングランド議会の意向は、メアリーの単独統治であり、ウィリム三世は、女王の夫、王妃としてのみうされるはずであった。しかし、ウィリム三世はそれに反発し、オランダ軍の撤収もほのめかしながら、 チャールズ一世の女系の孫である自らも大いにつくことを望み、メアリーも同調したため、イングランドは、ウィリアム三世とメアリー二世を同格の君主として、いただくことになった。ここにおいて、それまで三度の英乱戦争を戦ってきた両国は、同訓連合に近い形となった、厳密には、オランダ総督は、元首ではあっても、君主とは言えない。ウィリアム三世の治世中、 イングランド軍の司令官に、オランダ人が任命されたり、オランダ人やフランス人が恩賞を与えられたり、イングランド貴族に叙任されることもあった。ポートランド伯爵ウリアム、ベンティンク、ションバーグ公爵、フレデリックションバーグ、アスローン伯爵ゴダード・ドゥ・ギンケル、ゴールウェイ伯爵ヘンリー・レ・マシュー、アルベマール伯爵、アーノルド・バンケ・ヘッペル、ヘンドリック・ファン・ナッサウ・ウ,アウエルケルクなど。また、 即位時に議会が提出した権利焦点によって、君主の権力が議会に制限されたはいえ、議会召集と解散、軍事権は未だ国王が所持していて、ウィリアム三世は議会と提携しながら大同盟戦争を遂行することになる。オランダでは、副審のアントン・ヘンシウスが、ホラント州法律顧問に選ばれ、不在のウィリアム三世に代わって、オランダを取り仕切るようになる。 スコットランドにも革命の影響が及び、1689年3月にスコットランド貴族が議会を召集、4月にウィリアム3世とメアリー2世が国王と宣言された。不満分子でジェームズ2世支持者、ジャコバイトのダンディー・シシャク・ジョン・グラハムがハイランド地方で起こした反乱も7月に鎮圧されたが、1692年にウィリアム3世が ハイランド地方の士族に誠を誓うよう命じたところ、スコットランド国務大臣のスターハクジョン・ダルリンプルが、ウィリアム3世の命令を取り付け期限に遅れた、マクドナルド士族を虐殺した、クレンコーの虐殺。1695年に、経済再建を図って、スコットランドが、パナマ地境を中心にして、貿易を行おうとしたダリエン計画にも、イギリス東インド会社の反発もあって、 援助を与えず、1700年に計画が失敗したため、ウィリアム三世の評判は地に落ち、スコットランド人のイングランドへの反感が強まり、ジャコバイトの反乱の温床となっていった。ウィリアム三世のイングランドは直ちにアウクスブルク同盟に参加、ルイ十四世は対抗のため、フランスに亡命したジェームズ二世を援助、アイルランドへ出兵させた、ウィリアムイト戦争。 フランス軍を率いたジェームズ二世がアイルランドを制圧すると、ウィリアム三世は1689年に遠征軍を派遣したが、侵攻が遅れると1690年に自ら軍を率いてアイルランドに渡り、ボイン側の戦いでジェームズ二世を破った。しかし、大陸でフランス軍と戦っていたバルデックが、フルールスの戦いでリュクサンブール率いるフランス軍に敗れると、 翌1691年に本国オランダに帰ってネーデルラントでフランス軍と戦った。アイルランドはギンケルによって平定され、フランス軍のイングランド遠征も1692年のバルフルール岬とラオー軍の海戦で敗退したため、イングランド侵略の恐れはなくなり、ウィリアム三世は大陸へ渡れるようになった。1691年からウィリアム三世は春に 大陸へ渡り、フランス軍と戦い、秋にイングランドへ都会して、議会を開会して、政治を行うことが、終戦までの活動にな。また、時間が空いている場合は、ヘルダーラント州アペルドールンのヘッドロー宮殿で、狩猟に興じていた。1691年と1692年の、戦役は、ブーフレールとリクサンブールに、ネーデルラントの都市を落とされ、ナミウールもフランス軍に、 包囲の末陥落、第一次ナミュール包囲戦したことで、サンブル川流域を押され、リュクサンブールとの戦闘でも敗北を続け、ステンケル家の戦い、ネイリューインデンの戦い、サンブル川から、東のマース川を防衛するだけで、手一杯だった。また、ウィリアム三世のルスは、メアリー二世と名誉革命の功労者たちを、中心とした、トーリー党とホイック闘の有力者集団に、 任せていたが、戦争中に、保育党が議会で優勢となり政府批判を転すると、古文閣のサンダーランド博、ロバート・スペンサーの勧めにより1694年に、保育党、ジャン党の政治家を登用して、政府の構成員を保育党に交代させた。この組織は、最初の内閣とされている。議会との交渉が収まった後は引き続き、大同盟戦争に集中し、 1695年に、リュクサンブールが亡くなった隙をついて、1692年に、フランス軍が落としたナミュールを奪還、第二次ナミュール包囲戦、首相のブーフレールを捕虜として、戦線を西に押し戻した。1696年と1697年の戦役は互いに進展がなかったが、ナミュールの陥落とフランスの財政が、限界に近づいていたこともあり、 1697年に、福神のポートランドを通して、ブーフレールと交渉、レースウェイク条約を締結させた。ウィリアム3世は、イングランド王として承認され、ネーデルラントに守備兵を置くことも認められ、フランスの脅威に備えた。英仏の抗争は来た。アメリカにも拡大し、英領アメリカの植民地とフランス領カナダで戦争が行われた、ウィリアム王戦争。 ウィリアム三世の生涯は、オランダに対するフランスの侵略と戦うことに癒された。ロンドンは、メアリー二世がルスを預かっていたが、1694年に、メアリー二世は、天然島で没し、以後は、ウィリアム三世の単独統治となった。二人の間には、子供がなかったので、イングランド王位の継承者は、メアリーの妹アンと決まっていた。1697年に、 ロシアのツァーリー・ピョートル一世がオランダを訪問、レースウェイク条約の交渉中だった、ウィリアム三世は、ピョートル一世と会談、旅行案内を務めた。ピョートル一世は1698年にイングランドを訪問して、施設を見て回り、オーストリアへ向かった後に帰国して、ロシアの改革に邁進することになる。大同盟戦争が終わった後、反戦派のトーリー,ーが議会で、 ホイック党の政府を非難、大幅な軍縮及び、王室の財政と軍事費を切り離すべきとの声が上がった。ウィリアム三世は反発したが、1698年に軍縮と財政分離が議会で通り、閣僚が次々に辞任、トーリー党が議会で優位に立つと、1700年に妥協して、トーリー党員も入れた政権を発足させ、1701年に 王い継承法を承認すると、オランダへ渡り、ハーグで、オーストリアドイツ諸公と、対フランス同盟を結んだ。ウィリアム三世は、ヨーロッパの均衡を図るため、スペイン王カルロス二世キき後のスペイン領を誰が、相続するかについて、フランスと協議を行っていたが、1700年に没したカルロス二世の遺言で、ルイ十四世の孫フェリペ五世が、スペイン領を一括相続することになり、 フランス軍が、ネーデルラントのオランダ軍を退去させて、ジェームズ二世の息子、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートを支援する姿勢を取ると、同盟締結後に開いた議会で、戦争の危機を訴え、協力を取り付けた。1702年、ウィリアム三世は、ハンプトンコート宮殿で乗馬中、モグラの穴に、馬が足を踏み入れたために落馬して、渋滞となり、 ケンジントン宮殿で51歳で死去した。スコットランド人のジャコバイトの間で、穴を掘ったモグラを称賛する歌が流行した。王位はアンが継承。打倒フランスの願いは、イングランド軍総司令官に任命されたマールバラ博。後に、マール・ラ・コー・ジョン・チャーチルに託され、スペイン継承戦争で、同盟軍を率いて、フランス軍と戦うことになる。一方、オラニエ・ナッサウケは、 ウィリアム三世の死によって断系が断絶するため、冒険、ウィレム一世の弟ヨハンの四世今後であり、おば、アルベルティーネ・アグネスの孫イコールウィリアム三世の、獣、オイデモルのヨハンウィレムフリーゾが、相続人に指名されていた。しかし、ウィリアム三世が死去すると、かつて後見人だったブランデンブルク選帝校、フリードリヒビルヘルムの息子で、オラニエッサ受けの血を引く重邸のプロイセン王、 フリードリヒ一世が相続権を主張し、フランスもヨハン・ウィレム・フリーゾの相続を報復的に妨害した。この問題はヨハン・ウィレム・フリーゾの息子ウィレム4世の代になってようやく決着する。王政復古で即位したチャールズ2世やジェームズ2世時代のイングランドは太陽をルイ14世が支配するフランスの衛星国のような存在だった。ところがウィリアム三世はオランダを フランスの侵略から守るために大同盟戦争でイングランドを反フランス路線に引き込んだ。そもそも名誉革命自体がこの目的のためにイングランドの政治的混乱に乗じたウィリアム3世の軍事侵攻による政変劇に過ぎないとする見方がある。18世紀になるとイギリス、グレートブリテン王国は常にフランスに対抗し、 スペイン継承戦争からオーストリア継承戦争を経て7年戦争でイギリスはカナダ、インドなどフランスの海外植民地をすべて奪い、19世紀のナポレオン戦争で世界的な覇権を樹立する。この一連の戦争は第二次百年戦争と総称されることもある。イギリス帝国の前半期はフランスとの交想に打ち勝った時代だと言ってよい。 このようなイギリスの反フランス路線をセットしたのがウィリアム3世だった。国内的に権利焦点がイギリス議会政治の一律化だった以上に国際関係においてイギリス史の転換点を構築した。一方でオランダにとってウィリアム3世のイングランドを即位によるイングランドとの連合は長期的には不利益をもたらした。イングランドとの条約で オランダ海軍はイングランドを上回らないよう制限が設けられ、共同作戦の指揮権も握られた。以後オランダ海軍はイングランド海軍の花風に甘んじることになり、貿易や海運でもイングランドに成虫されることになり、オランダは次第に長楽へと向かっていった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。